はい、皆様こんにちは、ニュージーです。毎回思うんですけど、駅のホームで電車待ってる人いますよね。そこでホームで先頭に並んでる人、あれ危なくない？だってこの世の中いろんな変わってる人いますから、中にはさ、ちょっとやべえ人もいるし、そんな人からさ、後ろからポンと押されたら、で電車来たら終わりじゃん。だから毎回思うんですけど、あそこの先頭に立って並んでる人、あれ危ねえなーって思うんですよね。毎回いますよね。別に仮にそこに人が並んでなくてもさ、誰もいねえのに、別にそこに先頭で待ってなくても電車乗れるのに、でも先頭に並ぶ人いますよね。あれはちょっと、なので相当ね、早く乗りたいんかな、電車に早く行きたいんかな。でもさ、別に変わるんかなと思って、先頭に並んで電車乗って、先頭に並ばずに電車乗って、ほぼ一緒でしょ、到着時間。だからね、この世の中ね、本当変わってる人多いですからね。あそこ先頭に立って並んで後ろから押されて、万が一ありえますから、あそこ先頭並ぶのはやめた方がいいですよね、っていうことをね、今日は言いたくて撮りました。よろしく。